あと3週間ぐらいも連絡来なくて。マジ？お前裸エプロンじゃないか、完全にそれだったら。いや、そうあるよね。ボディービルみたいな格好してるね。うん、今全然怒らない。もう、昔と比べたら全然違うと思うよ。マジ？いや、これね、結構周りの人にすごいって言われるんだけど、うん、福井ユナイテッド、うん、満了になって、はい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 。もう満了になったのよ。うん、で、それで、もうサッカーいよいよするとこがないって思って、ああそうなんだ、もう一回地域リーグはもういいかなって思って、自分の中で、はい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 、そう、それでいやーもう地域リーグだってやらなくていいやと思って、で、もう一回上のレベルでやりたいなと思って、うん、でもたまたまそのテゲバジャーロに知り合いの人がいたから、はいはいはい、ちょっとで連絡して、うん、で鹿児島ユナイテッドアウトになった時に声かけてもらってたから、あーなるほどね。そうで、どうですかって言ったら、いやとりあえず練習参加しないとダメだねって言われて、あーそうで1週間ぐらい練習参加したのかな、1月の終わりから2月の最初ぐらいまで、うんうんうん、でそっから練習参加終わって3週間ぐらいもう連絡来なくて、マジ？そうで2月のもう終わりぐらい、あ結構もうシーズン直前連絡来るんだけど、うん、もうその時も子供もさ、生まれてるからさ、はい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 、そうそうそう、ちょうど下の子が生まれるちょい前ぐらい、うん、嫁がもう入院してるぐらいだったから、うん、そう、もうそれでもう働こうと思ってたのよ、もう連絡来なかったから、東京で就職活動してて、マジ？そうで、料亭のところ、そう料亭で料理人本当に本当にで、料理人としてちょっとやろうとして、もう決まってたのよ、来週から来てくださいになってて、うん、でそしたら、うん、その3日前ぐらいになったら電話来て、テゲバから。へぇ。で、いや、それで契約するって話になって、うん、そっちを料亭の方に電話して謝りに行って、うん、で、宮崎来たんよ。だから、あとちょっと遅かったら、もう俺はもうサッカーしてない。本当に。いや、すごいね、それ。っていうか、え、何？そのサッカーの後って結構料理人的なところ考えてんの？その当時はね、今はあんま思ってないけど、その当時ちょっとやっぱ料理もともと結構好きだから、ちょっとしたいなっていうのでちょっともうそこかなと思って歩み始めようとした時にもう一回来たから。いや、そうなんだ。いや、俺だけでもさ、ちょっと面白かったのはちょっと今回テゲバジュアルの公式ホームページ見たら、お前ニックネームマッスル料理研究家みたいになって絶対嘘じゃんと、誰が呼んでんねん、そんなニックネームチームで誰も呼んでないどう呼ぶんやそれとか思いながら、いやいやいや、つかみは面白いでしょ、いやいやいや面白すぎだろ、響きはいいでしょお前裸エプロンじゃないか、完全にそれだったらいや、そうなるよねボディービルみたいな格好してるね。おもろすぎだろ。絶対誰も呼んでねえと思って。誰も呼んでない。ギャグだギャグ。結構プロ化してるチームが多いから、その、ああ、確かに、プロ選手を抱えてるチームも多いし、福井もそうだったんだけど、そう、今結構、昔よりね、うん、俺たちがプレーしてた地域リーグの時より、うん、そういう、なんだろう、サッカーしながらお金もらえるっていう裾は広がってる気がする。そうなんだ。そうか。今の時代で地域リーグやりたかったな。まあ、でも、でも、あれだな。あれは、俺はでいい経験だったと思うよ。うん、やっぱ働けたし、で、俊介とかはね、やっぱ事務所で働くとさ、やっぱ裏方業っていうか、そこの人のね、とこにも目が、行くっていうか、そこの気持ちもね、うん、やっぱ分かるのってすげえ、ね、いい経験だと思うし、いや本当によ、本当にいい経験だよ、で、うん、未だにさ働いてたところの人たちとご飯食べに行ってとか連絡取ったりさ、俺清掃工場働いてたの知ってる？知ってるよ。あ、入木田さん、うん、とかなんか連絡取るよなんかたまにほら入木田さんの Facebook とか見ると俊介とご飯食べ行った写真とか、あ、そう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 、なんかええと思って、福井をクビになった時に、はいはいはい、
あのいざ作家以外のことするって言った時に、いや俺なんもないじゃんって思ったのよ。でその時に焦った気持ちを忘れないように、今だからそういうなんかビジネスの勉強だったりだとか、なんだろう、もし作家がなくなってもなんかね、もう一つ柱ができるようにって思って、今それの下準備ぐらいな感じかな。あーでもすげえわかる。なんか俺もほら、そうそうそう、教員してて、でも教員はなんか俺向いてねえと思って、1年目ぐらいで俺向いてねえなと思って、でも俺教員辞めてもそれこそ俺なんか、いやでもサッカーで食っていくの厳しいなって思って、どうしようってなって、うん、俺も一時期なんかその YouTube とかでそのビジネス系の動画とかめっちゃ見てる時期あってなんか結構焦ったのすげえわかる。いやだからその感覚だ、その感覚がある今もあるから、うん、なんかね、もし次のこと考えて いろいろ ね勉強とかしといたら、まあスーッて入れるかなと思って、うん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 。今さ、ほら、俺もやっぱ選手の時そうだったんだけども、選手の時からさ、なんかそういったものをさ、結構ほら取り組んでる人と、こうやっぱ選手は選手としてみたいな人って結構分かれると思うんだけど。分かれるね。うん、俊介はちなみにどっちっていうか、どんな感じなの、その辺は。いや、もう選手だけっていう考え、なんかサッカー選手の、うん、イメージが昔と今違うかな。昔は本当にサッカーでなんかプレーでって思ってたけど、やっぱ意外となんだろう、そういう地域の地元サッカークラブだったり、地域貢献だったり、そういう地域の人たちの交流だったり、地域貢献だったり、やっぱそういうのもやっぱ大事なんだろうなって思ってきて、なんか昔はサッカーだけしといて結果出せば OK みたいな思ってたんだけど、はい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 、なんか今そういう感覚じゃないよね、なんか、難しいんだけど、なんて言ってんだろうな。でも本当、でも大事だしね、やっぱエンターテインメントだし、お客さんに来てもらうためにはっていうところはね。いや、そうそう、本当にそうよ、ね、俺とか俺試合出れてる方ってか、試合出れてなかったから。そうだったっけ。あ、いや、お前のせいだ、お前、この人この人のせいで試合出てません。この人のせいっていうか俺のせいなんだけどこの人の代役で試合出てなかったんです。でもほら、なんかそれなのにさ、なんかあのサッカー以外のことにトライするのって、やっぱちょっとやっぱなんかタブー的な感じ、やっぱ俺もあった。あ、まあね、うん、俺は葛藤あるよね。あ、葛藤ある、葛藤あったしね。なんか今でもその Jリーガーの人でなんかそういうのやってる人の動画とかでも、やっぱりそういうのトライすると結構サッカーをまず頑張れみたいな言われるとか、結構ね、はい、なんかそういう動画見たから、やっぱそうなんだとか思いながら。あれだよね、やっぱそれはさ、グラウンドで説得力がないと多分そうなっちゃうよね。変なプレーしたりだったりとかさ、確かに、なんかなんだろうな、練習に身が入ってなかったりしたらさ、いやそんなことしてる暇あったら、まずサッカーでちゃんとやれよって、まあなるでしょ。まあね、そうそうそう、俺多分言われないぐらいでグラウンドでも やってるからさ、練習とかも、まあ、ただもしね、チームのやつがそういうさ、じゃあ YouTube 頑張ってますとかさ、いう人とかがいてさ、まあ練習もせずにバーって帰ってたりとかしてさ、試合で変なことしたら、そりゃいやいや、お前それ言われるよね。ああ、確かに。まあまあ、それはなるよね。確かに確かに。うん、だからそこはやっぱね、一応それでお金もらってるんだったら、そこはパーフェクトにね、やらなきゃいけないし、そこに熱注いだ上で、ね、空いてる時間で、まあやるのはまあ本人の自由だからさ、そこは別に思わないけど。俺もだってそれこそ昔はもうサッカーだけしとけばみたいな、サッカーでね、なんか結果残すためにやって思うけど、意外となんだか俺は勉強してたと思うけど、でサッカーの方にも生きる、頭の回転だったりだとか、なんだろう、味方に伝える言葉だったりだとか、なんかそういう引き出しとかも増えるし、やっぱいろんな考え方取り入れるのって大事だなって今すごい思うよね。そう、昔はただガーって言って切れて伝えればいいみたいな思ってたけど、
わかるわ。逆に怒らないもん。口悪かったもんね。うん、今全然怒らない。もう、昔と比べたら全然違うと思うよ。マジ？うん、超優しいよ。結構熱量がある方で、結構熱熱くなりやすい方だったから、そういうので結構言っちゃってたのはあるけど。あ、言い過ぎちゃうっていうか？今思うとね、その当時は全然何も思ってないけど。うん。まあでも、今逆に、うん、あ、こいつにこの伝え方したら多分聞かねえなとか。はあ。なんか言い方とか、そういう人見ながらとか、はいはいはい、言葉選びながらとか言うもんね。あと言うタイミング、試合中のこのタイミングで言ったら、あ、多分聞かないなとか、そういうのもめっちゃ考えるようになってる。面白い。ね、深いよね。今のところちょっと結構取れ高あるね、今の使おう。今のいい感じです。他のとこなかったんかい。いや、そうそう、そんなことないけど。なんかそのキーパーとして深みが出たいい経験だったなと思って。面白い。やつは大体入ってきて 3,4 年でいなくなるね。はい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 。いかがだったでしょうか、上田選手編第2弾。上田選手ですね、僕と一緒にプレーした時はマジで怖くてですね、すげえ怖い印象だったんですけど、やっぱ人って変わるんですね。それをなんかやっぱ編集しながらすげえ感じました。面白いですね、こうやって人にいろいろ聞いていくのは。また次回作もお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。